はい、サイモンくんです。皆さん光に投資できてますでしょうか？カメラを始めるとやっぱりボディだったりとかレンズにですね散在しがちなんですけれども、光に投資することってめちゃめちゃ大事なんですよね。てなわけで今日はナンライトさんから出ている FC120B のバイカラーのですね小型の LED ライトを紹介していこうと思います。はい、てな感じで今日も始めていこうと思うんですけれども、僕のチャンネルでは写真のハウツー、機材のレビューなどを行ってますので、初めての方はチャンネル登録していただけるとすごく嬉しいなと思います。というわけでですね、冒頭の作例見ていただきましたでしょうか？先ほどですねモデルさんのたずみさんとここでねこのナンライトのですね FC120B を使って撮影していったわけなんですけれども、写真と動画ですね同時に撮影して結構いい感じの撮影ができました。たずみさんはご予定があるのでですね、ここからは奥さんのみゆきと一緒にライティング初心者でもね真似できるテクニックを紹介しながら、みゆきがねちょうど潜在写真を撮りたいっていう話をしてたので、いろんなライティングをしながらですねみゆきの要望に合ったプロフィール写真を撮っていこうかなと思います。で、今日紹介していくですねナンライトの FC120B はですね、ご覧の通りですねかなりね小型で扱いやすい、そして価格もですねちょうどいいみたいなねライトなんですけれども、まあ低焦光のライトですよね。低焦光というとですね、まあ LED ライトになるので、まあこんな感じで今見ていただいているようにライティングのですね光が見えた状態で撮影することができるんですよね。ストロボみたいにですね瞬間光で一瞬パシャって光る光はですね、シャッターを切ってみてですねどれぐらいの感じになってるかみたいな感じで光を確認していく手順になるので、最初初心者の時はねとっつきにくいかなと思うんですよね。低焦光のメリットはどうライティングしてるかっていうのがもう一目瞭然でわかるのでですね、最初はライティングを学ぶにおいては結構めちゃめちゃいい。で、僕みたいに写真と映像を両方撮るユーザーにとってはですね、ある程度写真も撮れるほどの光量もありつつ映像も同時に撮れるみたいな感じだとなおいいみたいな感じなんですけれども、この FC120B はちょうどいいんですよね。なのでこういう低焦光のライトってビデオライトとして使われることが多いんですけれども、スチールもですね使ってみた感じ 16.3 ぐらいまで絞ってですね ISO 感度800ぐらいで撮れましたね。なのでそれぐらいだとね許容かなと思うので、こういうね背景芝生でもある程度絞り込んだ撮影も可能で、こんな写真とかこんな写真、これ全部ね 6.3 で撮ってますね。はい、といった感じでですね、写真と映像が両方撮れるライトということで、まあ今日はですね基本的なライティングをご紹介しながら、後半の方でこのライトをですね詳しく見ていけたらなと思います。では早速ですね、今動画撮影用にですね一灯焚いてるメインのライトをですね切って、この FC120B だけでねライティングして、まあ光の質も見てもらいつつですね、みゆきの顔に入る陰影の感じとかライティングの種類見ていきたいなと思います。で、まずね一灯ライティングを見せた後で、さらに二灯あるとこういうこともできるよみたいなところまで見ていこうかなと思います。それではやっていきましょう。1投目ですね、順光の正面からですね直射で打つような感じのライティング見ていこうかなと思います。それではやっていきます。はい、では始めていきます。土正面からですね順光で打っていきます。はい、こんな感じいかがでしょうか？まあね、素直に映し出すような感じで、ちょっとね、のっぺりしたような感じになりますね。はい、続きましてですねオーソドックスな45度の位置に置いてライティングしてみましょう。斜め45度からこんな感じで振り落とすような感じのライティングですね。これが基本的でよく使われるライティングなんですけれども、はい、見ていきましょう。こんな感じですね。
いかがでしょうか。ライトから反対側のシャドウにですね、印象的な陰影が入っているのがポイントでですね、よく見るライティングかなと思いますね。次はですね、サイドから打ってみようと思います。角度をですね、本当に真横に位置しているような感じで撮っていこうかなと思います。こちらですね、サイドライティングになりますね。真横からですね、ライトを打ってるので、ちょうどね、顔半分が影になって、顔半分が光が入ってるような感じになりますね。先ほどのね、45度から打ったものに対し、結構ね、顔半分シャドウになるのでですね、結構きつい印象にもなりがちなので、まあ、僕の場合はですね、メンズだとこのライティングよく使うんですけれども、女性だとですね、45度のライティングの方が柔らかくなるので、使うこと多いですよね。まあでも意図があればですね、サイドから打ってかっこよくね、印象的な写真や映像っていうのを撮ることができるので、まあサイドライティングプラスあと一頭をここから打ってみたいなね、やり方とか結構するんですけれども、まあ後ほどですね、それも見せていこうかなと思います。ちなみにみゆきさんは先ほどのライトとどっちが好みですか？潜在写真を撮るんだったら斜め前から、斜め45度ぐらいからがいいですか？うんうん、それは理由は顔半分暗くなってなんかかっこよすぎるから、かっこよすぎる強い女性みたいな感じになっちゃいますよね。まあそういう印象を意図的に与えようと思うんだといいと思うんですけれども、例えばでも役者さんの潜在写真撮るときとか、もうこういうね、あの顔半分スプリットでですね、影が入ってる感じのを逆に撮ってくれみたいなこともあるんですよ。まあ例えば企業のですね、あの面接を受けたいとかだと、こういう45度からのですね、ライティングとかがまあオーソドックスだったりとかするんですけれども、まあ意図に合わせてライティングするみたいな感じですよね。はい、じゃあ続きまして、斜め後ろからね、ライトを打ってるパターンですよね。これだとどこにライト入ってるかね、分かりやすいと思うんですけれども、顔全体は完全に陰ってしまって、この髪やですね、この肩のですね、体のエッジに光が入ってるような感じになりますね。このライティング僕はですね、二頭使いの時とかによく使いますね。メインライトはですね、他で当てつつ髪のエッジを際立たせるみたいなやり方をしますね。一頭ずつ打つと結構ね、分かりやすいですよね。まあ一頭であんま使うことはないかなと思うんですけれども、後ほどですね、これの二頭バージョン見せていきましょうか。じゃあこの流れでですね、二頭使った場合も見ていただきましょうか。じゃあメインのライトもつけていきたいと思います。ではメインのね、前方からのライトも組み合わせてみます。はい、いかがでしょうか。結構ですね、いい感じになったんじゃないですか。このライティングですね、結構いい感じじゃないでしょうか。これもね、よく使われるんですけれども、斜め45度からですね、メインのライト入れつつですね、後ろの方のライトでこの髪のツヤ感を出したりとか、エッジを際立たせてより立体感を出すようなライティングですね。実はですね、先ほどやったサイドライティングあるじゃないですか。ちょっとかっこよくなりすぎちゃったよみたいな、あれと組み合わせることもできるんですよね。そのままメインのライトをですね、サイドに移動しようと思います。またサイドからの光を打ってみてます。顔半分にですね、シャドウが入ってるかなと思うんですけれども、これにですね、また後ろの方から髪にね、エッジ光入れていきたいなと思います。それではやっていきます。はい、どうでしょうか。まあ、ちょっとしたことなんですけれども、この髪のエッジにですね、光が入ることによって結構印象変わってくるんですよね。なので2頭組み合わせていくとですね、またより印象的な撮影の幅がですね、広がるのでおすすめです。それではですね、次はバックライトやっていきましょうか。はい、今見ていただいているライティングはバックライティングですね。まあ被写体のですね、後ろからライトをね、その名の通り打ってるんですけれども、このですね、後ろから光が来ることによって結構ね、右も左もですね、体もですね、エッジに光が回ってますよね。このライティングは結構ね、ドラマティックな印象を与えることができるので使われる手法なんですけれども、まあウェディングの撮影とかでもよく見ますよね。バックストロボを打ってですね、まあ被写体は若干シルエットだけど、ほのかにですね、なんとなく表情が見えるぐらいにコントロールしてみたいなね、カットよく見ると思うんですけれども、そんな感じでですね、結構印象的なライティングになります。でこのライトですね、しかもバイカラーなので、色温度を変えることによって、例えばですね、暖色に変えたりとか、ちょっとやってみましょうか。今見ていただいている映像は 5600K なんですけれども、はい、こちら 6500K、 そして 2700K。 これ分かりやすいかなと思うんですけれども、光量をちょっと極端に強くしてみます。はいはい、いかがでしょうか。こんな感じでですね、バイカラーだとですね、髪の毛にですね、まるで夕日のですね、サンセット光を当ててるみたいにですね、印象的な表現をすることができます。で、このライト実はですね、持ち運べて外でもね、使えたりとかするんですよね。
タイプ C でも使えるし、V マウントバッテリーでもですね、持ち出すことができるので、まあ、光量的に日中の撮影だと難しいかなと思うんですけれども、マジックアワーの時間帯とか、日没後の印象的な撮影とかに、こういうね、光のライトを使うとめちゃめちゃいいかなと思います。それこそ動画撮影でも使えるし、同時にですね、スチールの撮影でも使えるかなと思うので、めちゃめちゃおすすめでございます。このライティングは一等ライティングでも印象的な絵になるんですけれども、二等目をですね、メインから斜め45度から当てるみたいなやり方もあります。ちょっとやってみましょうか。またですね、45度から。はい、こんな感じでですね、斜め45度とバックライトを組み合わせてみました。斜め45度のライトとですね、ケルビンが合ってないので、ちょっとケルビン整えてみましょうか。はい、こんな感じでいかがでしょうか。はい、印象的なね、ライティングになるかなと思います。バックライティングだとですね、どうしてもちょっとドラマティックになりすぎなんですけれども、こんな感じで組み合わせることによって、また違った印象にすることができますね。みゆきさん、ちょっと半身になって、斜め45度で。顔をこっち向いてみたりとか、はい、こういう宣材写真とかよく見たことないですか？っていうのもできますし、ちょっとしたライティングの組み合わせによっていろいろできるので結構面白いです。はい、てな感じで一通りやっていったわけなんですけれども、みゆきさん的にはどの感じのライトが好みでした？バックライトちょっと気になる。ああ、バックライト今やってるライティングですね。バックライトやりつつ、うん、バックライトだけでいいですか？やっぱりこう斜めで挟んで、ああ、やっぱり斜め45度前からあってみたいな、うん、やっぱ陰りすぎるよりは2等で、顔は明るく印象的な陰影でつきつつ、髪のエッジもついたら綺麗かなって感じですよね、うん、はい、はい、っていう感じで、まあみゆきさんはそのライティングでですね、ちょっと宣材写真今から撮っていこうかなと思います。でですね、あと1個撮影に入る前にですね、今ね、ライトにディフューザーと呼ばれるものをつけてないんですよね。ディフューザーっていうのは、例えばこういうアクセサリー類ですよね。望遠鏡マウントなので、いろいろつけることができます。ソフトボックスですとか、こういったものをつけることができるので、例えばソフトボックスみたいなボックスをつけると、よりね、柔らかい光になるので、女性好みのライトになるかなと思います。じゃあ一応ですね、ソフトボックスありなし分かりやすいように、それもサクッとお見せしていきましょうか。はい、で今からですね、ソフトボックスのありなしテストしていこうかなと思います。ではまずはですね、ソフトボックスなしでそのまま当ててみます。はい、いかがでしょうか。45度の位置からね、当ててるんですけれども、まあちょっと硬いかなって感じで、夏の光とかこんな感じですよね。結構日差しが強くて硬いような印象ですね。これを演出したいときはいいんですけれども、もう少し柔らかくしたいなと思ったときにはソフトボックスをつけてみるといいかなと思います。で、今回はですね、みゆきさんがより全体に広がったですね、柔らかい光が好きということなので、ランタンソフトボックスを45度から当ててみようと思います。で、ちなみにここの影見ててほしいんですけれども、ソフトボックスをつけるとですね、この後ろの影も柔らかくなりますね。そこにも注目です。はい、では次にソフトボックスありの映像を見ていただいております。いかがでしょうか。結構柔らかくなったんじゃないかなと思いますけれども、改めてみゆきさん、どっちが好きですか？やっぱり柔らかい方が好きです。柔らかい方、女性はこっちだよね。まあね、真夏っぽい感じをですね、演出するときは直射で当てたりとかもするんですけれども、まあこんな感じでボックス入れて女性を撮ることの方がまあ多かったりするかなとは思います。はい、続きまして、反対側のシャドウをケアする方法でよくあるのがですね、レフ板ですよね。二等ライティングじゃなくて一等で反対側の光をケアしたい場合はレフ板がサクッとね、できるので、まあアシスタントとかがいたら協力してもらうといいかもしれません。ちょっとやっていきましょう。はい、ではレフなしとレフありですね。いかがでしょうか。ここの方がですね、すごい分かりやすいと思うんですけれども、綺麗に持ち上がってるの分かりますかね。シャドウが柔らかくなります。はい、なしだとこんな感じ。結構変わるね。こんな感じでアシスタントがいると、反対側からね、こういう感じでレフでね、サクッとケアするのもいいかなと思います。まあ2等でライティングして、まあこれをライトでやってもいいし、レフ板を使ってもいいし、これはですね、状況と好みみたいなところですよね。はい、ではまず1等で撮っていこうと思います。斜め45度から打っていきます。はい、行きまーす。3、2、1。あ、めちゃめちゃ美しい光ですね。まあね、F6.3 ぐらいまでは絞り切れてますね。はい、では続きましてですね、斜め45度後ろから髪のエッジに光を入れてる感じのライティングですね。これに合わせてメインのライトを前方から打っていこうと思うんですけれども、先にですね、斜め後ろ1等、この髪の毛のエッジが分かりやすいようにちょっと見せていきたいなと思います。撮ってみます。はい、こんな感じで撮ってみました。見ていただきましょう。
どうでしょうか。髪の毛にですね、光がね入ってると思うんですけれども、バイカラーでですね、ちょっと夕日っぽい色を入れてみました。これに馴染むようにですね、前方からライトをさらに打っていこうかなと思っております。ではですね、ライト入れます。3、2、1。こんな感じでだいぶ明るくなりました。前方のメインライトとですね、斜め後ろでクロスライティングですね、いろいろテストした中でみゆきさんがですね気に入ったライティングですね。メインのライトがこちらで、で斜め後ろから髪のエッジに光を当ててるみたいな感じですね。ケルビンも変えてですね、パターン別に撮ってみようと思います。はい、ってな感じで撮影終わりました。ちょっとしたね、基本のライティングとちょっと組み合わせで2等ライティング、1等ライティングそれぞれ撮ってみました。で、このね、バイカラーで色変えれるのめちゃめちゃいいでしょ、うん、髪のエッジにですね、結構夕日みたいな暖色入れつつですね、撮ってみたりとか、まあ同じケルビンでね、大体揃えたりとか、若干ちょっとずらしてみたりとか、いろいろね、ニュアンスで変えることができるのでいいかなと思います。で、1頭だけでもね、もちろん取れるんですけれども、やっぱりですね、2頭あるとさらにですね、その細かい部分調整できるので結構おすすめですね。どうでしょうか、潜在写真撮ってみたわけですけれども、うん、なんか慣れないことして恥ずかしいそうなんですよね、はい、奥さんはですね、僕と一緒にスタジオで働いていて、奥さんの授業としてはニューボーンフォトのね、あの授業をしてたりとか、まあ夫婦で一緒にね、あの子供撮影とか、まあスタジオ業務一緒にやってるって感じですね。僕は僕で企業のですね、プロモーションの映像だったりとか、ウェディングフォトグラファーとして活動してたりとか、まあアーティスト撮影だったりとか、まあいろいろね、あの多岐にわたるんですけれども、まあこんな感じでライティング組みながらスチールとムービー撮るみたいなシーン結構多いんですよね。で、僕の場合写真撮りながらムービー撮るので、例えば瞬間光でね、もちろんスチールだけの時は行っちゃう時もあるんですけれども、というかスチールだけだったら瞬間光で行くんですけれども、ムービーも同時並行にワンオペで撮りつつ時間がないみたいな時って、瞬間光とですね、定常光ですね、ライティング組み替えるのきついんで、そのまま配置したままですね、スチールとムービーそのまま撮れるとめちゃめちゃいいんですよね。例えば今回みたいに田澄さんを撮影した場合とかだと、まあスチールを撮った上でですね、ジンバルを持ってそのままライティングのセッティングは変えずにムービーを撮り切っちゃったりみたいなところで効率いいんですよね。なのでこういうライトがあると非常にですね、業務効率が上がりますね。あとはやっぱりですね、ライトに慣れてない方にとってはですね、こんな感じでこの位置から置いたらどういう陰影が入るのかみたいなところが分かりやすいので、定常光はですね、結構とっつきやすいかなと思います。このナンライトのですね、 FC120B みたいにですね、小型でですね、取り回し良いとですね、バッテリータイプで外でも使えますし、それこそね、ミュージックビデオの撮影とかにもですね、持ち出して使いやすかったりとか、結構いろいろ使えますよね。あとやっぱり撮っていて炎色性の良さ、光もですね、炎色性って言って、まあ光のね、質の値みたいなものがあるんですけれども、ナンライトの光はそこら辺ね、信頼を持って安心して使えることができる高品質なね、光をね、被写体に打つことができるので、業務でも運用してて安定感があります。で、このライトのパワーだとですね、シャッタースピード200分の1の ISO 感度800で F6.3 ぐらいではですね、撮れたのでですね、それぐらいまでは絞り込んだ撮影にも対応できるし、ムービーもそのままいけたりですとか、結構汎用性あるかなと思います。ではここからはナンライトのね、 FC120B 詳しく見ていこうかなと思います。画面切り替えます。はい、改めまして、ナンライトの FC120B ですね。小型軽量コンパクトで、バイカラーの LED なんですけれども、なんとですね、1キロ切ってるんですよ。0.98kg と軽量ながら、本体出力 145W と、優れたコストパフォーマンスを実現したバイカラースタジオライトなんです。CRI の平均96、TLCI の平均98と、自然光に近い炎色性を実現しているため、撮影時に被写体の色味を正確に表現することができます。色温度の幅は 2700K から 6500K の範囲で調整可能ですね。で、このライトの魅力は V マウントバッテリーでも運用できたりとか、USB のね、PD 対応の AC アダプターやモバイルバッテリーにも対応するんですよ。なので、外に持ち出して使うこともできます。別売りになるんですけれども、V マウントバッテリーホルダーも販売されておりますね。
ね。残念ながらそのホルダーは別売りになるので、今回はですね室内のみでしか試せなかったんですけれども、僕も外の撮影が多いのでですね持ち出してみたいなと思ってます。あとはですね、ナンライトのアプリケーションのシステムが直感的でめちゃめちゃわかりやすいので、そこも魅力なんですよ。で、価格帯がですね約45,000円ぐらいということで、結構ね手が出しやすいね値段で、かなり軽くてある程度の光量があるということで、結構ね多くのユーザーに支持されるんじゃないかなと思ってます。輝度はですね 17,450 ルックスになってますね。付属でですねリフレクターがついてるんですけれども、望遠ズマウントになってるのでですね、ソフトボックスをつけたりとかアクセサリーで遊べるのもいいかなと思っております。で、地味に嬉しいのが、これをね、引っ掛けることができるので、結構便利です。はい、続きまして、ランリンクのね、アプリケーションを使って、簡単にですね、ライトを携帯でですね、コントロールすることができます。色温度もですね、こんな感じで、レスポンスよくですね、結構直感的にコントロールすることができます。反応めちゃめちゃいいですね。はい、こんな感じ。で、明るさもですね、こんな感じで調整することができるので、今ね、1% の出力でね、これぐらい強いんですよね。こんな感じでコントロールすることができます。あとは、エフェクトモードなんかもあってたりとかして、例えばですねこんな感じで、CCT ループっていうのは色温度がですねこんな感じでゆっくりループしていくような映像ですねだったりとか、例えばフラッシュだったらこんな感じですとか、色温度も調整できますね。あとはパパラッチとかこんな感じまあね、使いどころ難しいんですけども、ファッション系の動画撮影とかで使えそうですよね。まあね、いろいろありますよって言ったところですね。こちらがねケルビンをコントロールするねダイヤルになるんですけれども、めちゃめちゃ使いやすいなと思うのが、ワンクリックすると 4300ケルビン、 そしてワンクリックすると 5600、6500、2700、3200、4300、5600 とワンクリックで大まかなですね値に飛んでくれるので、結構ですね、じゃあ3000ケルビン付近を調整しようと思った時にこんな感じですぐいけるのが嬉しいですね。で、こちらの方が光の強さになります。はい、 100% までいくと結構ね明るいですよ。で、ここのダイヤルをこうやって押すと消えます。こうやって押すとつきます。なのでオンオフも簡単ですね。で、こんな感じでモードに入るとですね、ファイアウォークだったりですとか、いろいろですね、エフェクトを調整できるんですけれども、この画面よりですね、アプリケーションの方が便利なんですよね。ちなみに Type-C や V マウントバッテリーでですね、外でも使えるんですけれども、Type-C でですね、付けた場合ですね、60% が限度でちょっとね、制限がありましたね。なので Type-C でね、持ち出して外で使いたいとか、そういった時はですね、その辺頭に入れておくと良いのかもしれません。普通にこんな感じで使うとですね、100% まで使えるので、その辺は問題ないです。あとはですね、メニューのところでこんな感じでファンコントロールとかもあってですね、ファンのですねフルスピードだったりロースピードだったり、このスマートモードだったりとかを選ぶこともできます。これもね嬉しいですね。で、こちらライトの上部なんですけれども、放熱耐性もねよく考えられていて、でファンも内蔵してるのでですね、ファンもですねスピードをコントロールできたりとか、スマートモードだったりとか、結構その辺も配慮されてるのが嬉しいポイントです。あとはこういう持ち手かな、ちょっとライトを移動するときとかにこうやって持ちやすい形状になってるのは非常に嬉しいポイントです。はい、こんな感じで今日はナンライトの FC120B 見ていきました。いかがだったでしょうか。今までライトを使ってなかったユーザーが少しでもね興味を持っていただけたら嬉しいなと思います。非常にコンパクト軽量でですね、ある程度の光量を保ったまま初心者でもね扱いやすい、そして手が伸びやすい価格、同時進行でジンバルに乗せてムービーで切り替えて撮影とかしたんですけれども、非常に扱いやすかったですね。ランタンソフトボックスのアクセサリー結構ね相性良くてですね、こんな感じでですね布をですね左右に貼ってたので、光も回しやすかったですし、ある程度ですねモデルさんが自由に動いてもらいながらも光が回った状況を作り出す、そういう汎用性がある光の中で自由にね撮影したりですとか、1頭2頭3頭とですね細かく調整していって、よりこだわった映像と写真を撮影することもできたりですとか、意外とカメラやレンズにはですね投資するんですけれども、光をですね軽視しがちな時期って僕にもあったんですよ。まあやっぱり始めたばっかりの時ってそうなんですよね。やっぱりいいレンズ買ったらいい写真撮れそうな気がするじゃないですか。まあ実際にするんですけれども、まあ、手っ取り早く写真を劇的にね変えようと思ったら、ライトに投資するのが一番です。これね意外と分かっちゃいるけど後回しにしてる人多いと思います。これを機にですね、ナンライトのですね FC の 120B ぜひねチェックしてみてください。低情報からですね入るの結構いいかなと思います。で、あとはですね、僕みたいにムービーを撮りながら写真を撮るユーザーにとってはですね、瞬間光でセッティングしてるとですね LED のライトにね、組み替えたりとかいう時間とか手間とかコストが発生するんですよね。もし光量がある程度担保できて綺麗で正確な光でですね、写真もムービーも同じセッティングで同時に撮影できるなら、それに越したことはないので、こういうライトもぜひねチェックしてみていただけると嬉しいです。もちろんこのライトの出力に満足できないと思うユーザーはですね、さらにね大きい出力のライトもありますし、その辺はですねナンライトさんの製品にちゃんとラインナップ揃ってるので、ぜひチェックしてみてほしいです。
はい、こんな感じで今日はですね、ナンライトの FC120B を紹介していきました。結構気に入ってね、愛用しているライトなので、ぜひね、皆さんに一度試してみてほしいですね。試せる機会があったらですね、ぜひね、チェックしてみてください。概要欄にね、リンクも貼っておきます。まあ実際ワンオペレーションで出張の撮影だったりとか、結構持ち運んでライト使いたいみたいな人にとっては、これぐらいのサイズでこれぐらい出力があると結構神ですよ。持ち運びがなんといっても非常に楽ですね。カバンの中にもですね、バラしたら入りますし、なんといっても1キロ切る重量っていうのは非常にね、メリットでかいです。ぜひね、チェックしてみてください。今回の動画楽しかったよ、いいなって思ってくださった方、ぜひね、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それでは次の動画でまた会いましょう。じゃあね、バイバーイ。